橋本新会長が辞職したオリンピック担当大臣の後任に内定している丸川珠代議員が菅総理と面会しました。総理から東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣、また男女共同参画・女性活躍担当大臣を拝命をいたしました。総理からは国民のために働く内閣の一員としてしっかりやってくださいということ、また全員が復興担当大臣ですからしっかりやってくださいということを申し付けました。